六角家は家系ラーメン店の屋号の一つとその運営会社である。本店運営会社は2020年に破産して消滅した。家系ラーメン吉村家二号店であった本木家で創業者の吉村みのるに学んだ新藤隆史が1988年に横浜市神奈川区六角橋商店街付近の東急東横線の東白楽駅と白楽駅のほぼ 中間でカウンターのみの客席で開店した。店名の六角はこの地名に由来する。当初はカウンターに座る客がそれぞれ麺の量と硬さ、スープの味の濃さ、トッピングなどを伝えたが、後に食券を採用する。吉村家と同じ境製麺を採用していた。1990年9月に法人へ改組し、1994年に、 新横浜ラーメン博物館の開業都道館に出展して広く認知され、関東地方でセブンイレブンのオリジナル商品として六角化を冠したカップ麺が発売された。2012年で六角橋本店、羽田店、戸塚店、海老名店、船橋店、岡地町店の6店舗を営業し、かつては札幌、名古屋、大阪、高松に直営店があった。 2015年1月に消費税への滞納などで、新道の自宅が財務省から提当権を設定された。経営が悪化して、来店客数の減少と店主の体調不良により2017年10月31日に本店を閉店した。本店運営会社の有限会社六角化は2020年9月4日に、横浜地方裁判所から破産手続き開始が決定され、 2020年12月21日に法人格が消滅した。本店以外で六角化をやごうとした。姉妹店は当社と別経営の戸塚店を含めて営業している。他の家系ラーメン店よりもスープの味が柔らかい。ありがとうございます。